平井恵美は日本の元女子、フィギュアスケート選手。関西大学大学院文学研究科在学。パートナーはマリオンデラ・アソンション。元パートナーは水谷太志洋、湯沢綾人。2007から2008シーズンまでは女子シングルで全日本フィギュアスケート選手権に出場していたが、翌2008から2009シーズンで湯沢綾人とアイスダンスで出場し3位となり、 初の全日本表彰台に立つ。翌2009年のユニバーシアードにも出場した。2009から2010シーズンでは、水谷太仕王にパートナーを変更し、全日本選手権で2位となる。2011から2012シーズン、新たにマリオンデラ・アソンションとカップルを組み、全日本選手権で昨年と、同様2位となる。2012から2013シーズン、ネーベルホルンハイで、 国際大会デビュー。全日本選手権で2位、初出場となった4大陸選手権では11位に終わる。2017年5月7日、競技からの引退を発表した。詳細 AB 大会では、超越、竜通る組が11位になったが、後日、竜通るがドーピング違反で失格となり、12位以下が繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による、 決定繰り上がり後の公式準備2014年7月2日付、2008全日本選手権レポートアイスダンス、フィギュアスケートデーズボリューム8大 X 出版、2009年2月、ピアニッシモ、三30から31、カラーオブコスチューム、フィギュアスケートデーズボリューム9大 X 出版、2009年4月、ピアニッシモ、五58から61。ありがとうございます。